いいな。バイクはみんな。バイクね。興味ありますね、正直。ある。正直あるわ。正直に。北海道バイク無線。うわ。ああ。いやでもぶっちゃけ、いや原付旅行とかだったら全然俺ノリノリでやるけど。確かに。原付絶対だって乗れるじゃんね。まあ、スーパーカブ。カブ。カブでやるか。カブ旅。カブ北海道。車よりなんでちょっとリアルに思っちゃったんだろうな。現地は不思議だな。マジで手出しやすいし。なんかまあそうですね。移動手段としてめちゃ気軽ですからね。原付。ガチで買おうかな。原付だったら全然車よりライン低い。今おそらく3人ともネットサーフィンをしている。ガチで。今ちゃんとネットサーフィンしちゃった。うん、ガチで今俺ちょっと、いや本気で買ってもいいなって思ってる。これガチで。25cc までっすよね、あの原付って。までがなんかそう2周ってあるのかな。それまでの限界のやつを調べればいいと。そうやな。あ、小型が224で、あ、51から125免許は普通二輪免許なんですね。あ、そうなの？あ、51cc 以上は車の免許で乗れない。マジか。なんかさ、どっかでさ、あ、そうですね。うん、ルール変わったでしょ、はい。あ、そうなんだ。うん、50までと、そう、その、なんかその、そう、2クラスあるんですよ、ね。あ、じゃあ免許取らないと。スーパーフライ級とライ級みたいな。あ、じゃあ免許取り行こうかな。ホンダグロム。うおー、なんだこれ。あ、そっか、グロム、グロムやばない。グロムいいですよ、ね。グロムやばないこれ、だって。特撮のバイクじゃん、これ。全然クーが乗る。ライト、ライト、ライト。クーが乗る、これ。全然クーがカーギと。クーが乗ってる、これ。ほんとだ。グロム、クーが乗ってる、これ。それもいいんですよ、ね。ライト、正面のライト、マジでやばいよ、これ。でっかいね。男の子じゃん、これ。あ、なんかこういうの一人だとちょっとまだね、うん、踏みとどまっちゃう要素多いんですけど、うん、これ買っちゃうかもっすね。これちょっとどうしよう、どうしよう、もうどうしよう、もうどうしようまで来ちゃった。いいなぁのもう上だからな、もうどうしよう。車じゃないけど、やったらすごい、これ買えちゃうな。ちょっと待って、1位のさ、GSX-R125ABS 見てこれ、これ。見てこれないよ、これ。GSX-R125ABS。もう見た目原付じゃねえ。ほんとだ。中型バイクじゃん、これ。ほんとだ。ガチでかっこいいんだけど、これ。マジで言ってんの？すげえかっけえんだけど。同じページ見てるな、完全に。ねえ。これやばくないですか？おー。すげえかっけえんだけど。今日の箱5個分で買えますよ。うわあ、やばい。うわあ。は？このパック高すぎだろ。マジで。逆算した。このパック高っ。まあでも小売規模価格で言えば、まあ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 、うん、まあ、嘘でしょ。今日パック。は？高っこのパック。ありえねえだろマジで。原付はエラーパックもないしな。エラーパック、エラー起きないから。多分ボショバイ出ねえからな。原付からボショバイ出ねえ。出ねえ。全然10玉時くらいか。結構変な単位使うんだよ。何10玉時だよ。16時。4ボルか。4ボルか16時。4ボルか。ヤードポンド。ボルカたっけ。いや、それ、いや、ボルカがやばい、それは。ボルカやべえよ。うん、マジで。